校時代に仲が良かった友人グループの中で未婚は私だけです。普段はそんなことを気にせずみんなで仲良くしているのですが、そのメンバーの中の一人の子が結婚相手の探し方とか結婚式のやり方とか子育ての大変さとか聞いてもいないのに上から目線でアドバイスしてきて、正直鬱陶しいです。エミ聞いてよ、この間うちの息子ちゃんが立ったんだよ。そうなんだ、おめでとう。それだけ？冷めてるね。そんなんじゃお嫁に行けないぞ。私は行けなくてもいいよ。またそういうこと言う。エミも早く結婚して子供産んで女の幸せを見つけてほしいよ。ありがとう。でも私は今でも幸せだからさ、大丈夫だよ。また強がっちゃって。本当に大丈夫だよ。彼氏とはどうなの？普通だよ、特に問題なし。結婚の話は？私がしたくないの分かってるから特にないよ。エミ、それじゃダメよ。エミもう28歳なんだよ、しっかり捕まえておかないと。それか婚活サイトとかやってみたら？結婚に前向きな人と出会えるんじゃない？私は大丈夫だって。相手がプロポーズしやすい空気を作るのも女の役目なんだからね。はいはい、もうちゃんと聞いてよね。あとね、結婚式は大変だけど絶対あげてほしい。ホテルウェディングがいいんじゃない？だから結婚しないってば。私から彼氏さんに言っておこうか。本当に大丈夫だから、今度息子ちゃんに会いに行くから今はもう仕事に戻るね。私はだんだん疲れてきて、アスカとは距離を置きたいなと思い始めていたのですが、私のことを真剣に考えてくれていると思う面もあって、あまり強く言えず無視をすることもできない状態だったのです。そう、あの日までは。ある日、アスカから URL だけが書かれたメッセージが届きました。え、何これ？サプライズ。ん？何が？続けて数人の男性の写真が送られてきました。この人たち誰？というか何？私ね、いろいろ考えたんだけど、エミが心配で。え？婚活サイトに登録しておきました。は？エミ、絶対自分じゃ登録しないと思ったし、それじゃエミのためにならないから Facebook の写真借りて登録しておきました。え、冗談だよね？冗談じゃないよ、さっき送ったのがそのサイトの URL だよ。私は慌ててその URL を開きました。そこには間違いなく私の写真とデタラメなプロフィール。そのサイトでマッチングした人がさっき送った写メの人たちだよ。この人とか年収600万でうちの旦那とほぼ同じくらいだよ。なんでこんなことしたの？なんでって、エミを助けようと思って。私は助けなんて必要としてないよ。だってエミかわいそうだから。28歳になっても結婚できなくて惨めで見てられないよ。は？高校時代は夢に向かって輝いてたエミの落ちぶれた姿はもう見たくないよ。だからこのマッチングした人たちに LINE 教えとくね。ちょっと待って。私は勝手に見下してかわいそう、惨めだと言われた挙句に勝手に婚活サイトに登録、マッチングまでされていたことで完全にブチギレてしまいました。分かったよアスカ。私の気持ち分かってくれた？仕方ないから、私が結婚したくない理由を教えてあげる。え？私が結婚したくないのは自分の年収があんたの旦那よりもずっと高いからよ。ん？さっきあんたの旦那の年収600万くらいって言ってたけど、私の年収はその倍よ。あんたはいつも子供と旦那の話ばっかりで、私の話は聞こうともしなかったから。知らないと思うけど、高校時代の頃の夢、私は叶えてるのよ。夢に向かって輝いていた頃と変わっちゃってごめんね。だってもう夢叶えてるからね。毎日好きな仕事して楽しいし、マンションも購入したのよ。は？そんな話聞いたことないし。聞こうとしなかったでしょ。でも結局結婚するのが女の幸せじゃん。人によるね。私は彼といるだけで幸せだし、
いずれは結婚するかもしれないけど、彼の方が明らかに年収低いから気を使わせたくなくて、それで結婚しないのよ。そんなの嘘。結婚できない女の言い訳でしょ。どう思ってくれてもいいけど、これが私の気持ちです。専業主婦の私を見下してるんでしょ。は？なんでそうなるの。独身だからって私のこと見下してきたのはアスカの方でしょ。私は返信が遅くなってきたアスカにとどめを刺すことにしました。そういえばアスカの旦那さんってパニーコーポレーションで働いてるよね。そうだけど、その会社最近うちの会社が買収したからうちの傘下に入るのよ。そしたらアスカの旦那さんは立場的には私の部下になるね。何それ、え、本当？そんなことより婚活サイト今すぐ登録抹消しないと訴えるからね。さっさと消しなさい。その後すぐに婚活サイトから私のページは消えていました。実際にはアスカの旦那の会社がうちの会社の傘下に入ったところで、アスカの旦那が私の部下になるわけではないのですが、社会人経験のないアスカには分からなかったようです。私は私の幸せな人生を歩んでいきます。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。